さあ、本日は、What's wrong? どうしたんっていうですねフレーズを使いながら W の発音について今日は語り尽くしたいと思います。W の発音というのがですね、大変厄介な日本語とあまりにも違うので、どうしても伝わりづらい発音、結構ランキングの中でも上位を占める音になっておりまして。 W の発音がたくさん入っている本日はどうしたんっていう軽い感じですね。What's wrong?What's wrong? What wrong というですね、この W の発音についてお話ししたいんですけれども、いろんな言い方がどうしたんって言ったときにいろんな言い方をすることができます。パッと思いつくのは What happened? とかね。あの ワットハプンドとか、ワッツハプンドとかいう方もいますよね、官僚系になってらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、いろんな言い方ができて、どんな、えー、っと、どうしたんってどんな言い方でもできるんですけれども、例えば今だと、オンライン英会話、えー、っとの何、クラスとか受けてらっしゃる方がですね、例えば画面の向こうの先生が、なんかチラチラカメラの外の方とか見て気にしてらっしゃると。 なんかこうカメラの向こうの方で何か起きているんだろうなという時にですね、what's wrong? ってちょっと軽く言ってあげるぐらいのシチュエーションで使っていただけるととってもいい感じにひょいと投げられるのではないかなと思います。なので実際に他のフレーズで普段言い回しを使ってらっしゃる場合でもちょっとこの what's wrong? W の練習ができるこのフレーズというのをですねぜひぜひ普段のフレーズにちょい足しして使っていただければいいんじゃないかなと思いますので W の解説してまいります W の音いろんな言い方があるんですけれども今日は唇に唇の内側を使うという考え方をご紹介したいです W って日本語の YUA のワ a t s Wrong? っていう風に日本語で無理やり言った時の和の音なんですけれども日本語の和の音と英語の和って圧倒的に音が違うんですまず和の音だけ聞いてもらっていいですか日本語の和って和なんですが英語の和って和 もちろん、ワッツのワの音の母音ちょっと違うので、今、ひらがなの「あ」に戻して、英語と日本語のワの音の違いを聞き,比べてみた聞き比べてみたいと思うんですけれども、日本語はワ、ワ、ワ英語は和、和、和。W って死音なんですよわわ。だから、唇で押し出す形で作るというのが、 ベースになっていますでしかも今日は唇の内側っていう話をしたくて例えば「唇すぼめて突き出してくださいね」ね W」の音作るとき唇すぼめて突き出してください」うわって言うんですけれども唇をすぼめるという中でも唇の、えっと、唇って濡れてるところと乾いてるところと両方あるじゃないですか。この 乾いてるところ唇の外側じゃなくてこの唇の内側の方ですねひどい顔してますけどこ <laughs> の唇の内側をちょっと寄せる感じだから唇の外側をこういう風に寄せるんじゃなくてこんな顔しなくていいんですけど唇の外側を寄せるんじゃなくて唇の内側をこうなんかここが巾着袋だと思ってもらってでここのきょ口をですね ギュってなんか紐みたいなもので締めるみたいな感覚を持っていただくとやりやすくなる場合もあります。でも、唇外側じゃなくて内側をちょっとすぼめるようにしていただいて、で、唇の内側から、おぉ、おぉ、おー というふうに W の音をつか作っていただくと口ただねなんか y ウ a o の「わ」って言ってる時って基本的に唇の外側ばっかり使っているイメージなんです私自分が日本語喋ってる時に。なので外側じゃなくこうやってすぼめるんじゃなくて。 こうやってすぼめるっていうイメージで言っていただくと W の音がとっても正確にかつ綺麗にかっこいい状態であこの音外国人の人が言ってる W だなという音で作れるようになってまいります。Wrong? S wrong? <S というこの唇の動きですねちょっと意識していただくといいんじゃないかなと思います。で 他の発音のポイントとしては、まあ、R があったり一番最後に「RONG」の「の音があったりするんですけれどもとにかく W さえ発音できていれば他のところは結構自然になんとなくいけるんじゃないかなと思うので1つのフレーズに意識できるところはせいぜい1個ぐらいなのでとにかくとにかくこの唇の内側で W を作ってみようという感覚を今日は試してみたいと思います。で唇すぼめていただきました。 でこのねせっかくすぼめてんのになんかこのすぼまってる時にまだ声が出てないっていうのも結構 W あるあるるだったりすするんですよなんでよなかね W の発音のポイント今日は W の発音だけでポイント2つあると思ってください唇の中側で、えっと、W の音を作るっていうのと開く前からちゃんと声を出すっていう。 ちょっとね、これねこの感覚ってこう何回もやってみてちょっとずつ分かってくださるっていうのだと思うのでご自身でやってる間はねた多分ね和の音と和和和音が違うのはなんとなく分かるけれどもこの音の違いは何をどうやって動かすと出てくるのかっていうの意外とピンときづらいかもしれないんですけれどもとにかくとにかく唇をこう、ギュッとこう唇の内側をすぼめていただいたらうんと。 すぼめる声出す突き出すっていうこのねすぼめてる状態でね「お,ーお,ーおー」っていう感覚をちょっと頭の中に入れておいていただきたいというのがあります。なんか 私たち、アイウエオでしか母音が、日本語だとアイウエオでしか母音が伸びないもんで、この唇がすぼまってる状態のまま、例えば、ウだったり、ワイの音だったり、イエイエ。いいえ 年の「year と「ear の違いとかみたいな話でねとか唇がすぼまってたり口の中がどっか狭まってる状態のまま声出すっていうのがすごく苦手でですねそれがなんとなく英語私たちが日本語え日本語の人間が英語を喋った時のなんか伝わりづらさの原因として結構大きかったりするんですねなのですぼめたら「ウッ」 っていうような形でですねすぼめてから声出すっていうのもちょっと意識を置いていただくとですね「What's wrong?What's wrong?」とこの「どうしたん?」っていう私たちが日本語で言う時のちょっと気軽に「どうしたん何かあった?」っていうような感じであの軽く聞く時にですねあのすごく伝わりの良さが向上するのではないかなと思いますので今日は What「うわ w h a t w h a t Wrong. Wrong no? ね、w だし R だしということですこぶるめんどくさい発音ではあるんですけれども wrong. Wrong. 同じですね唇の内側ちょっとすぼめてから声出して wrong. Wrong. というような形で練習していただくとより W の音そして最終的には Would you?Would you? って私たちすごく言いたくなる。 民族だと思うんですけれども一番丁寧な状態で物事を聞きたいっていうなんかですねあの気持ちがあるようで「Would」の音がとってもあの伝わりづらいという話をよく聞くんですけれどもこの「w h a t o n g この W の音が言えるようになってくるとですね「Would」「Would」「Would」の音がすごくとてもすんなりと通じるようになるというところがありますのでよかったら皆さん「W」の音唇の内側をすぼめて そしてすぼめてからすぼめてる状態のまま声を出すというこの2つのポイントぜひぜひお試しになってみてくださいましご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします